皆さんこんにちは。今日は皆さんに生き物の話をしたいと思います。生き物、この中で家で生き物を飼ってるという人、お、何飼ってる？お、メダカ。お、何飼ってる？ハリネズミ。すごいね。何飼ってる？おお、なんか結構魚とネズミか犬とか猫とか出す人が少なかったね。そう、皆さんが家で飼っている生き物、動物たち、もちろん生き物ですね。こう、他には街で見かける植物、これも生き物ですね。この中でもうお腹が空いたという人、空いたね、僕も空いた。皆さんのお腹が減ったのは皆さんが生き物だからです。そう、僕たち人間も生き物です。生き物、この世界で最も不思議で複雑で美しい、そんなものなんじゃないか、僕はそう思っています。生き物って何なんだろう、その謎を解き明かしたいと思って、僕は中学生の時に生物学者になろうと思って、今まさに生物学の研究をしています。でも生き物を調べるといってもいろんな方法があります。海に潜ってダイオウイカを探すような方法もありますが、僕がやってる方法はちょっと違います。わからないものをわかろうとするときにどうすればいいでしょうか。ちょっと車を例に皆さんにクイズを出してみましょう。この中で車がどうやって動くか知ってるっていう人、お、何人かいるね。すごいね。じゃあ知らないっていう人たちに今度は問題を出してみましょう。車がどうやって動くのか、その仕組みを知りたいと思ったらどうすればいいですか。あ、インターネットで調べるっていうのはなしです。それはカンニングです。お父さんやお母さんに聞くっていうのもなしです。あの、答えられなかった時にちょっとお互い悲しい感じがします。あ、いろいろあるね。いろんな方法があるけれど、でも必ずこれだけはしないといけないという方法が一つある。それは車を分解してどんな部品からできているのか調べるということです。車の部品を調べる、これは車がどうやって動くのかを知るために必ずやらないといけないことです。そう、僕は生き物を部品に分けて、どんな部品からできているのか、どうやって組み立てられているのかを調べて、生き物の謎を分かろうという、そう思っています。今日は皆さんに生き物の部品の世界に招待したいと思います。あまり皆さんの知らない、でも皆さんの身近にある世界です。人間の体を分解していくと、例えば脳とか心臓とか腸とか、まあ、臓器、器官と呼ばれるものでできています。さらにこの大きな部品を分解してみると、細胞とか、こう細胞と呼ばれる小さな部屋が集まってできています。僕たちの体は100兆個もの細胞が集まってできています。でもたった1個の細胞でできている生き物もいます。そしてこの細胞を作っている部品、それが今日お話しする生き物の部品です。例えばこの二重らせん DNA、 皆さんも名前は聞いたことがあると思います。そう、生命の設計図と呼ばれる DNA や DNA によく似た化学物質の RNA、 さらにはタンパク質、そういったものたちが体の中でたくさん働いています。ここにはほんの一部しか示していませんが、実は体の中、僕たちの体の中には10万種類以上のこういった生き物の部品が存在しているというふうに考えられています。そしてこれはとてもとても小さな部品たちです。どれくらい小さいのか、もう一度皆さんにクイズを出してみましょう。皆さんの体の身長が地球の大きさと同じくらいになったとき、そんな巨人になったとき、ちなみにこれ12,800km です。さて、体を作っている、例えば酸素を運んでいるヘモグロビンというタンパク質の大きさは一体どれくらいでしょうか。はい。あれ、考えてなかった？じゃあ東京ドームくらいの大きさだと思う人。
あ、いないね。やっぱり1問目じゃないなって思うよね。このホールくらいの大きさだと思う人。いない。じゃあ、ちょうど人間くらいの大きさになるんじゃないかと思う人。答えは、ピンポン玉くらいです。答えがあると思っちゃいけないよ。人間の体にとっての部品の大きさというのは、地球にとってのピンポン玉くらいの大きさしかありません。逆に言えば、ピンポン玉がたくさん集まって地球ができているような、そんな作られ方を僕たちの体はしています。でもそんなに小さいものを調べて、一体どんな生き物の謎が分かっていくんでしょうか。今から6500万年前に絶滅したティラノサウルスの化石から最近コラーゲンというタンパク質を化石の中から取り出して調べるということができるようになりました。そしてさらにこのコラーゲンというタンパク質、いろんな生き物が持っているので今生きている生き物のコラーゲンと比べてみる。そうすると実はティラノサウルスのコラーゲンはダチョウ、鳥に最も近い、ワニや人間よりも鳥に近いということが分かりました。実は今恐竜は全て絶滅したのではなくて生き残りが鳥に進化したというふうに考えられています。実際に恐竜から鳥に変わったというその証拠の一つがこのコラーゲンのタンパク質を調べることによって分かっています。でもこんないろんな謎を解いていっても一体どんな役に立つの？なんか怖い政治家の人に言われそうな質問ですが、この何の役に立つのっていう質問に実は答えることができます。一つエピソードを紹介しましょう。3年前僕の友達が慢性骨髄性白血病という病気になりました。血液のがん、非常に怖い病気です。20年前であれば骨髄移植という方法以外に治す方法がありませんでした。でも今友達は元気にピンピンして世界を飛び回っています。それはなぜかというと、この病気を抑えるとても良い薬ができたからです。友達の命を救ってくれたのはこの薬のおかげです。でもどうしてこんな薬を作ることができたんでしょうか。それは一体この病気の細胞の中でどんな部品が壊れて何が病気の原因になっているのか、そしてどこを止めてあげれば病気を抑えることができるのか、40年間にわたって科学者たちが研究してきたおかげなのです。生き物の部品を調べるということは生き物の謎を解き明かすだけじゃなくて僕たちの命を助けるために、病気と戦うためにもとても大切な意味を持っています。さてここまで生き物の部品を調べることによって生き物の謎を解いたり病気と戦うことができるようになる、そういう話をしてきました。でもこんなに小さなものをいっぱい調べていっていつになったら生き物のことが分かった、そういうふうに言えるんでしょうか。それは無理、僕は無理だとは思いません。もう一度車を例にとってみましょう。車を分解していってどんな部品からできているか調べる、部品のことが細かく分かるようになったらいつの日かもう一度車を組み立てたり車を改造したり、あるいは車から車を超えた全く新しいものを作り出せるようになる、そういうふうに思っています。そう、分かるということは作るということなんです。そして作ることによってもっと分かっていく。まさに生物学は今分かるだけでなく生き物を作ろう、そういう方向に動き出しつつあります。例えば車の部品からエンジンを組み立てるように生命の設計図 DNA という部品を使ってこんなアルファベットや絵文字あるいはレゴブロックのようなものっていうのを作ることができるようになっています。これらの大きさは髪の毛の太さの1000分の1しかありません。そんなに小さなものを DNA から作れるようになっています。あるいはエンジンや車体を組み合わせて車を作るように、すでにある生き物の部品を使って
組み合わせて動く微生物を作るということにももう成功しています。でも僕たちはまだ生き物の部品から車や新しいもののように生き物そのものや生き物を超えたものを作り出すことはできません。そう、まだここまでは分かっていないのです。これはゼブラフィッシュという熱帯魚の卵です。この卵は生まれてから30分に1回細胞が分裂していって、そして18時間から24時間で魚の形になります。魚の卵は生まれると何度でも繰り返し、誰に教わることもなく一人で勝手に必ず魚の形になります。そして元気に泳ぐようになります。なんで卵が魚になるのか、僕たちはまだそんな問いにも答えられないのです。そう、生き物は本当に不思議です。僕たちは生き物の部品を調べることによっていろんなことが分かるようになりました。病気と戦うこともできるようになったり、いろんな謎を解き明かしたりすることができるようになってきた。でもまだまだ分からないことがたくさんあります。治せない病気もたくさんあります。しかし確かに小さな部品から僕たちの体は作られています。その積み重ねの上に僕たちは今生きているのです。生き物の部品を調べていって、そしてもう一度組み立てるようになっていけば、もっともっと生き物のことを知っていけるはずです。さあ最後に皆さんに宿題を出しましょう。宿題って聞いたらピッとしない。そう、皆さんが不思議に思う生き物の謎は何ですか。それを解き明かしたらどんな未来が待っているでしょうか。